東京マーケットワイド、スタジオにはゲストをお迎えしました。マネックス証券シニアマーケットアナリスト、金山俊之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。今日の東京市場なんですけれども、朝方から、はい、まあ、スタート時はそれほどではなかったんですけど、そうですね、ほぼ横ばいようなような感じでスタートしましたけど、はい、まあ、すぐに上げ幅広げ始めたっていう感じですかね。その通りですね。で、まあ、その背景としてですね、まあ、昨日ぐらいから少しずつ何やらこう動き始めたというところだと思うんですが、はい、まあ、半導体関連株ですね。そうですね、はい、そのあたりが少しこう元気になってきたっていうところがあるんですけれども、はい、またこの日経平均採用銘柄もちょっと見ながらお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、まあ、一つは、まあ、きっかけと言われておりますのがその、まあ、先週18日でしたかね、はい、台湾セミコンダクターがですね、まあ、決算発表を行いまして、そうですね、はい、まあ、こちらの方は金山さんの方がお詳しいかと思うんですが、まあ、実際見通し、明るい見通しを示したと。そうですね、はい、まあ、46がそこで市区から少し上向くような、見通しを出してきたんですかね、はい、まあ、それを交換して、まあ、アメリカでもですね、半導体関連が買われたという格好になってますし、まあ、昨日はまたアメリカで、まあ、マイクロンテクノロジー等のですね、投資判断の引き上げとかですね、目標株価の引き上げとか、はい、半導体製造装置ですね、アプライドマテリアズ等のですね、はい、半導体製造装置の投資判断の引き上げを受けて、まあ、そちらは買われたということで、ここに来てちょっと、まあ、昨日即時数も随分大きく上げたようですけれども、はい、まあ、半導体関連のところにですね、買いが集まっているという感じがしますよね。うん、確かにそうですよね。で、まあ、翻ってこう日本市場ということなんですけども、まあ、今日、まあ、見ますと、まあ、やはり真ん中あたりのところのこの電気精密のところですかね。そうですね、電子部品、はい、まあ、今日はそのトランプ大統領のなんか、はい、ファーウェイの中国のファーウェイのその販売許可という話も出てきたようですから、まあ、それに合わせても半導体だけじゃなくて電子部品等も上げているようですし、まあ、貿易摩擦への懸念後退ということでしょうから、まあ、海運株も大きく上げているということなんでしょうかね。はい、まあ、本当に今、まあ、まさにその株式市場は一応その、まあ、理論的にといったらなんですけども、はい、まあ、これまで懸念されていたもの、それからあと業績面で不安視されていたところが、まあ、これ買いなんでしょうか、それとも買い戻しと見た方がいいのはどちらなんでしょうかね。そうですね、まあ、買い戻しなんでしょうね、まあ、過度な懸念が後退今、まあ、足元ではしているということなんだというふうに思いますけどもね。となりますと、まあ、本当にその今週からですね、日本企業の決算発表が、まあ、特にその3月期決算で、そうですね、はい、まあ、今週はアドバンテスと明日ですかね、はい、そうですね、あと週末には東京エレクトロンなども、そうですね、まあ、はい、おっしゃるように明日アドバンテストもありますし、新越化学もありますよね。新越化学もありますね。あと日本電産もありますし、はい、こう出だしからいきなり、こう目玉級のところ、ね、はい、銘柄企業のですね、決算が続きますんで、はい、まあ、非常に注目かなという感じがしますね。まあ、特に新越化学、シリコンフェアウェハ、そうですね、まあ、半導体その、はい、まあ、非常に関連が深いですからね。そうですよね、はい。でここはまあ、一応株価で見ますとですね、まあ、今日の値動きだけ見ますと、まあ、やはりその台湾セミコンダクターの話が出た翌日から18日が、まあ、日本時間とそんなに時差ありませんので、そうですね、はい、引けた翌日ということになるんでしょうけども、ここからは買われて、そうですね、はい、その後しっかりという感じですよね。でこういった流れからしますと、今回、まあ、明日のその決算、先ほどからのお話では、まあ、過度の懸念が、まあ、後退という形ですので、はい、まあ、そういう意味ではすでに織り込んでいるのか、あるいはまだ、買われる余地があるのか、もちろん決算発表の内容次第だと思うんですけども、そうですね、まあ、そういう意味ではきっと足元はですね、まあ、はい、まあ、新越化学等はですね、非常にしっかりした銘柄ですから、まあ、そんな悪い決算出てこないかもしれませんけども、はい、まあ、中にはですね、足元悪い、半導体製造装置等ですね、足元は決して、いい決算ではないかもしれませんが、はい、問題はですね、やはり見通しだということだと思いますね。まあ、その先ほどおっしゃったように、はい、台湾の TSMC ですね、はい、のように見通しが明るいものが出てくればですね、まあ、素直に買いで反応する
するんでしょうけれども、見通しになかなか自信が持てないというような内容ですと、まあ、ちょっと厳しいのかなというふうに思いますね。まあ先立って発表されたその安川電機ですけれども、はい、まあ、ここも半導体製造装置等にですね、サーボモーターというモーターが使われたりしてますので、まあ、関連銘柄とも言えるんですけれども、はい、まあ、46前ですね、5月までは、はい、非常に受注急回復してたんですけれども、うん、6月になって回復が一服したというふうに言ってますし、うん、はい、ロボットの方もですね、案件はたくさんあるんですけれども、なかなか受注に結びつかないと、ちょっと先行きが不透明なようなですね、強気になりきれないような発言があったんですよね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、日本企業も先ほどから出てるように、まあ、台湾やアメリカのメーカーのようにですね、強気な発言が出てくるのかどうか、これがポイントになるのかなというふうに思いますね。となりますと本当に明日のその、まあ、決算、まあ、信越化学、東京エレクトロン、あ、ごめんなさい、アドバンテスですね。そうですね、はい、アドバンテスですね。まあ、そうしたところの、決算発表での、まあ、特にその数字結果はもちろんですけども、やっぱり見通しですね。そうですね、見通しどういうような発言が出てくるかですよね。はい、まあ、これが非常に重要になってくるかなというふうに思いますね。となりますと、まあ、日本企業こう保守的とよく言われますが、数字はその通期の見通し、まあ、据え置いたとしても、見通しが明るいという話になってきますと買われる可能性がありますよね。まあ、安川電機もですね、通期予想、まあ、据え置いたんですけれども、まあ、そういったその先行きにちょっと不透明感があったせいもあるんでしょうけども、はい、まあ、株価は冴えなかったですよね。そうですね、そのあたりがやはり株価を左右するポイントと、まあ、今回はそれが一番大事なポイントになってくるものかなという感じがしますけどもね、特に、まあ、半導体、電子部品、こういった関連ですね。あと、まあ、日立建機も今週、決算発表してくると思いますけれども、はい、まあ、そういった中国関連のところですよね。まあ、その辺どういうな見通しを持っているのか、これが非常にポイントになるかなと思いますね。あ、そうですね、まあ、中国関連のところということで言いますと、まあ、ファーウェイのその汎用用品あるいはその輸出の許可であるとか、まあ、この辺は広がりとしては、まあ、今日先ほども解説の中で海運株もという話がありましたが、はいはい、どうなんでしょう、どの辺までこう広がる、もしその、まあ、本当にこうある程度こう輸出範囲が広がればですね、業種として関わってくるところというのはどの辺まで出てくるでしょうか。まあ、電子部品ですね、まず日本の企業の中ではですね、まあ携帯によく使われてますから、スマホにですね、携帯じゃないですか、スマホにですね、非常に多く使われてますんで、まず第一は電子部品とかありますし、まあ、半導体ということになればもちろん先ほどから言ってる信越化学等もありますけれども、まあ、半導体、日本の場合は半導体製造装置ですよね、アドバンテスや東京エレクトロン、はい、まあ、この辺が、まあ、一番影響が出てくるところかなという感じがしますけどもね。電子部品となりますと、このまあ日経平均採用銘柄で、まあ、よく頭に浮かぶのは TDK とかも入りますかね。そうです、TDK あるいは太陽誘電、はい、京セラですね。あとは、はい、日東電工とかもありますかね。日東電工入ってましたっけ、はい、日東電工は入ってないんでしたっけ、ないんでしたっけ。採用銘柄ですから ね、 今ね、あとは、はい、アルプス電機ですよね。アルプスですね、はい、まあ、その辺がなって電子部品になってきますね。あとスクリーンもスクリーンホールディングスもこれはまず半導体製造装置の方ですね、はい、はい、というところになりますかね。でまたちょっと今お話ありましたね、ちょっと TDK の株価も見てみたいんですが、はい、こちらはどうでしょうかね。まあ、一応株価的には今日もちろん上げ幅という意味ではまあ、5番に入ってからも上げ幅拡大という流れにはなってますけども、はい、まあ、やはりそのファーウェイとの関連で見ますと部品の輸出あるいはそのまあ取引の範囲が広がらないとそれほど大きなプラスの影響は出てこないと。そうですね、まあ、日経平均採用されてませんけど村田製作所ですね、まあ、はい、この辺が一番影響を受けるんだろうというふうに思いますけどもね。となりますやっぱりちょっとこう株価としましても抑え気味という感じで見ておいた方がいいんでしょうかね、こちらは。そうですね、まあ、そのどの辺本当に何でもかんでも輸出って言いますか取引できるのかどうか、はい、これも含めてもう少し確認する必要もあるのかなという気はしますけどもね。確かにそうですね、はい、まあ、今のところそのまあ、半導体関連それからあとシリコンフェアなどのそういったものと素材のところと、それからあとはその電子部品というやっぱり3つのセクター、ね、まあ、関連というところで見ておいた方がいいということなんでしょうね。そうですね、まあ、この辺が一番影響を受ける分野というふうに思いますね。で段階的にお話ありましたように、まあ、実際の決算で見てみると半導体製造装置のところの方が
まあ、恩恵を受ける、まあ、一番手になりそうだと。そうですね、まあ、はい、あの電子部も同じようだと感じだと思いますけどね、はい、まあ、スマホにそのまま直接使われますからね、はい、はい、というところになりますかね、となりますとあと残りのセクターというところになってくるんですが、まあ今お話ありました電子部品のところ、あるいは半導体製造投資、今週も決算あるんですが、実際にあと自動車だとかですね、あと日立製作、日産自動車だとか、日産今週ですね、確かね、今週ですよね、はい、あと日立建機なんかもですね、まあ、中国関連というので、はい、今週ですね、決算発表ありますが、はい、このあたりはどうですかね。そうですね、まあ、この辺はその、まあ、直接半導体ということではありませんので、はい、まあ、あの米中の貿易摩擦が本当にまあ緩和されていくのかどうか、はい、まあ、この辺にかかっているのかなという感じがしますね、まあ、安川電機もまあそういう意味では6月に入って受注が止まったというのはやはり貿易摩擦がちょっとこう停滞したと、あの、交渉がですね、その辺が影響しているようですから、はい、やはり、そこの影響が今後どうなるかということだというふうに思いますけどね、うん、まあ、こうやって見てますと、なんか株価本当持ち合いが多いですよね。そうですね。あと日産自動車の株価もご覧いただきますと、こちらやっぱりちょっと低迷ですかね。そうですね、まあ、ちょっとアメリカで苦戦してますんでね、はい、まあ、アメリカでの状況等がこの辺は、大きく、ポイントになってくるかなと思いますけどもね。まあ、やはりあの自動車の場合はやっぱり主力販売国というんでしょうか、まあ、そこで の販売状況がどうなっているかというところは結構、まあ、重要視されると。そうですね、そうですね、まあ、トヨタ、ホンダ、日産とはまあどうしてもアメリカになりますので、まあ、このマーケットが非常に重要かなというふうに思いますし、はい、まあ、あのスズキとはインドということになりますし、はい、まあ、インド今非常に苦戦してますんでね、まあ、この辺もきっとはもう第一四半期はまあ非常に厳しい計算が出てるんだろうなというふうに思いますけどもね、はい、まあ、おっしゃるようにスズキはやっぱインド苦戦というところがこれ、ね、警戒されているのは株価低迷してますもんね、はい、あと一方であのトヨタ自動車、こちらがなぜかと言いたいんですけども、まあ、右肩上がりで、そうですね、はい、来ておりますけども、そうですね、7000円を回復してきたんですね、来てますね、まあ、あの非常にしっかりした銘柄ですから、はい、まあ、あの7000円ぐらいつけてても非常にあのおかしくないかなというふうに思いますけどもね、うん、まあ、そうなりますと、やはりちょっとこう、まあ、評価が決算発表を近づくに従って、はい、多少こう、まあ、評価見直しが働いているという見方でいいんでしょうかね。そうかもしれませんね、はい、分かりました。ちょっと今週そういう意味では決算発表をしっかりとチェックして、そうですね、まあ、明日から本当に本格化っていう感じで、はい、まあ、出だしから、注目度高い企業続きますんで、マーケットにあたり影響も大きいかなと思いますから、まあ、非常に重要になってきますよね。そうですね、そのあたりちょっとチェックしたいと思います、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券シニアマーケットアナリスト金山俊之さんに伺いました。